内村ダムは、長野県上田市丸子町郡丸子町、信濃川水系淀川支流内村側に建設されたダム。高さ 51.3 メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、上田市を中心とした、下流地域への不特定利水、上水道用水供給を目的とした、多目的ダムである。ダム湖の名は、鹿鳴湖という。内村川は、三佐山峠を水源とし、東へと流下している。流域は、降雨量が少ない地域で、古くから32基もの堰を築き灌漑用水を取水してきたが、しばしば水不足に陥った。上水道用水に関しても、上田市を中心として、人口増加による水需要増大により、駆け打ち先、新境地点にあった取水設備だけでは賄いきれない状態になることが予想された。また、大雨によって出水した内村川は、しばしば水害をもたらした。1958年には台風21号が大雨を降らせ、周辺の農地は水没、家屋は押し流され、死者2名を出した。翌1959年には台風7号による大雨で、再び出水し、氾濫した河川は集落を孤立させ、死者2名を出した。短期間に重ねて被害を受けたことから、淀川総合開発の一環としてのうち、村川治水対策は急務とされた。1972年に実地調査が行われ、1974年に着工。1983年に完成した。長野県内を東西に貫く、三佐山トンネル有料道路の東側出口付近にあり、掛湯温泉で有名な土地であることから、ダム湖を鹿鳴湖と命名。周辺は、公園として整備されており、ダム直下の河川公園では堤体を下から見上げることもできる。ありがとうございます。